トヨタマーク X、マーク X、マーク X、MARKX は、トヨタ自動車が製造、販売している D セグメントのセダンである。生産工場は当初、岩手県の金ヶ崎町、岩手県伊沢郡にある、関東自動車工業、現、トヨタ自動車東日本の岩手工場、及び、トヨタ自動車の元町工場であったが、初代モデルの途中から、元町工場のみの生産となる。 かつて販売されていたミドルサイズセランマーク E、MARKE の後継車種として登場。現行モデルはコロナマーク E 時代から数えると通算11代目に当たるモデルである販売開始当時、トヨタ自動車としては珍しく正式な商品発表を行う前にテレビ CM などで商品の一部を露出させて消費者の購買意欲をそそるティザー広告を実施した。 その内容は、キャッチフレーズとアルファベットの X をかたどったシンボルマークのようなものを流し、左側のヘッドランプを少し露出するというものであった。また、マーク X の社名は無論、ボディのシルエットに関しても一切姿を見せることはなく、また後に登場した派生者種であるマーク X ジオでも同様にティザー広告を使った事前の宣伝活動が割れた。 通算世代はコロナマーク E より、それまでのマーク E 兄弟、マーク E チェイサークレスタベロッサからの脱却を目的に、モデルチェンジにあたり12代目クラウン、通称ゼロクラウンで大幅に刷新された、プラットフォームの採用を契機に名称を含めた大胆な改革を実施した車がマーク X である。エクステリアは典型的な4ドアセダンであるものの、 マーク E 時代の正当派からは一転して大胆なスタイリングへと変貌。インパクトの強いデザインが特徴の片側三 d プロジェクター式ヘッドライト厚みを持たせたトランクリッド、ミニバンに刺激されて居住性重視となった挙句、ルーフ高が高くなりすぎた X110K マーク E の反省から 30mm から 40mm も前向を低くして走りのスポーツセダンへの回帰を図った。 こうして、新世代のスポーツセダンとして大胆で挑戦的なエクステリアデザインを取り入れたものが同社であり、特にリアバンパーとマフラーのテールエンドが一体化したディフューザー構えをトヨタ製高級セダンで初めて採用。クラウンやレクサスなど、このマーク X 以降に開発されたトヨタ製の高級セダンの多くもこれを踏襲している。四代目レクサス LS、ハイブリッドも含むや、 同じトヨタブランドの13代目クラウン、5代目クラウンマジェスタにも受け継がれた。こうしたデザインである以上マフラー交換は容易には行うことができず、多くのトヨタ車用エアロパーツや北米トヨタの再ン純正エアロパーツを手掛ける多数のメーカーから対応品が発売されている。ちなみにリアバンパーとマフラーのテールエンドは接合されて、おらず、バンパーの穴にマフラーのパイプ部分が 若干の隙間を開けて挿入されているため、マフラーの排気性能や空力性能の向上にも貢献している。新しく採用されたプラットフォームは12代目クラウンに先行採用されたものをベースとして、運動性能の向上を目的に軽量化が施された。ここで採用された改良事項は、後にプラットフォームを共有するレクサスのイズファミリーや、 GS シリーズにも技術転用され、それぞれで熟成が図られ進化している。エンジンは、マーク E 時代に搭載されていた直列6気筒から新世代の GRKV 型6気筒へと変更された。同社には12代目クラウンの前期型と同様に、直噴仕様の2.5リットルと3リットルが採用され、2.5リットル 4GR、不酢エンジンは、 トヨタと長年の技術パートナーシップを組んでいるヤマハ発動機にて生産されている3リットル 256PS3GR フスエンジンはトヨタ下山工場にて生産されているトランスミッションはマニュアルモード付きの6速 AT4 輪駆動車は5速 AT となりマーク E ファミリーの歴代モデルよろしく18インチアルミホイールを履いたスポーツグレードが設定されたものの 1070X80 系の GT、ツインターボ、X90X100 系のツアラー RV、X110 系の IRV などに相当する、MT 搭載のターボエンジン搭載のスポーツセダンは、消滅した。また、クラウニや、レクサスブランド車には設定のない、6、4分割可動式、リアシートによる、トランクスルー機能を持ち合わせていることが、マーク X の特徴である。なお、 車体の形式記号は、クラウンと同様に、先代モデルとなる、マーク E ファミリーから引き続いて、XK、マーク X の場合は、X120K となるを名乗ることとなった。2009年10月19日、初代の誕生からおよそ5年、マーク X としては、モデル初のフルモデルチェンジを実施。マーク E の時代から通算11代目のモデルとなる。 月間販売目標台数は3000台当時と発表されている。2台目のエクステリアはグラムテック、グラムテックをキーワードにコンサバティブなマーク E より大胆でアグレッシブとなった初代のデザインテイストをさらに熟成、消化させより攻め込んだスポーツサルーンでありつつ上質なプレミアムカーとしての進化を図った。2009年10月登場型のキャッチコピーは サムライ X である。CM には佐藤光一を起用した。フロントフェイスには初代のアイデンティティであった3連のヘッドランプとメッシュグリルも引き続き採用された。またリアコンビネーションランプもフロントと同じく3連タイプに変更され、さらにトランクリットへもランプを追加した。先代で採用されて後にトヨタが展開する高級車、ブランド、 レクサスのフラッグシップである LS や、イズカイ、そして同じトヨタブランドの上級車種であるクラウニや、クラウンマジェスタにも採用されて、レミアムカーのアイコン的存在となった、リアバンパーとマフラーのテールエンドが一体化している。構造は今回、採用を見送り、レクサスのイズや GS と同じバンパー別体の、マフラーエンドへと変更れた。プラットフォームは12代目クラウン、3代目レクサス、 GS と共通のプラットフォームを先代に引き続き採用している。エンジンは初代で新たに搭載された GR 系の V 型6気筒を引き継ぐが3リットルエンジン、3GR 不姿、256PS、32.0KGM がレクサスイズ350と同型となる3.5リットルの 2GR 不姿、318PS。 38.7KGM へと乾燥され、大幅なパワートルクアップが図られて、動力性能をより向上させた。また、2.5リットルエンジン、4GR 不姿は、従来のプレミアムガソリン仕様から、レギュラーガソリン仕様へと変更され、パワートルクこそ、従来型より若干低下したものの燃費性能は、大幅に向上した。なお、全車トランスミッションを6速。 オートマチックに統一した3.5リットル車の全車にはクラウンアスリートの3.5リットルが搭載するアドビックス製のアルミモノブロック4ポット対抗キャリパーと体型ディスクローター17インチサイズ334ファイを移植してスッピングパワーを引き上げさらにクラウンアスリートよりも太い235、45 R18 サイズのタイヤと18インチアルミホイールを採用して大幅に向上したパワートルクに対応している。また、年々厳しくなる安全性能に対応すべくさらに装備を充実させた。7個のエアバッグや旋回時の横滑りを抑える VSC と加速時の車軸空転を防ぐ TRC、そして後部衝突時に警部へ加わる衝撃を経験する。 アクティブヘッドレストを全車へ標準装備した。平均燃費や渡航可の大距離などを表示するマルチインフォメーションディスプレイには高コントラストの白色有機 L を採用して視認性を向上させた。そしてラゲージスペースは4人分のゴルフバッグとカバンを収められる要最大容量を拡大480リットルしている。 価格帯は238万円から380万円。2012年8月。改良型では250万円から540万円。2016年11月。改良型では265.68万円から385.02万円。と幅広く、そして本モデルでの新たな試みとして、ユーザーの趣き思考に合わせ、グレードを3種類に対別し、 各々の性格をより強調して選択の幅を広げている。GS は画像レーシングのテストドライバーがトータルチューニングを施してハンドリング性能を高める一方仮想工程のインライン化などによって価格を抑えたスポーツコンバージョン車ノアボクシー、ビッツ、プリウスに続く第4弾としてマイナーチェンジに合わせて発表された。スポーツタイプ 250GS パケッジ 350S をベースにコイルスプリングやショックアブソーバーに加えブッシュにもチューニングを施した専用サスペンションを採用し各種メンバーブレースの採用や溶接のスポット点数の追加によりボディ剛性を高め空力パーツを追加で配置さらに高合成軽量設計の19インチ単造アルミホイール高性能タイヤ ブレーキキャリパーを採用。フロントフェイスを専用デザインにするとともに、リアも4本出しマフラー、体型バッフルを採用。シート表皮にアルカンターラを採用するとともに、運転席、助手席には GS エンブレム付け専用スポーツシートを採用した。なお、プレミアムタイプ同様に2016年11月のマイナーチェンジをもって廃止となり、 2017年9月に発売を開始した GR スポーツに引き継がれた。GR スポーツは前述の GS に代わって投入されたスポーツカーシリーズである。マーク X の他にも、ビッツ、プリウス PHV、ハリアー、ボクシー、ノアにも設定されている。スポーツタイプ 250S、350RDS をベースに外観は ホワイト塗装 GR ロゴ入りのブレーキキャリパーと専用エンブレム前後、サイドを装備。内装は GR ロゴ入りの専用スポーティシートと専用メーター、ショーケーステアリングホイール、LED イルミネーションビームを装備し、ドアトリムやフロントシートなどには専用加色やシルバーステを、ドアスイッチベースなどにはカーボン調加色をそれぞれ施した。さらに、 サスペンションに専用チューニングを施すとともに、スポット打点の追加とブレースの追加も行われた。初代で好評だったトヨタモデリスタのプロデュースによる、バーティガ、ベルティガとクラウンアスリートでも設定された、M スパートチャージャー、プラス M スーパーチャージャーと、うに種類のコンプリートカーが、同時にリリースされた。3.5リットルモデルをベースに、ーシング特別モデルが、 2015年3月に発表された先着順100台限定生産の GS 特別仕様で AT の設定がされていないことが大きな特徴。車両販売価格は消費税込み540万円。同年6月に全国のトヨペット店を経由して販売された。トランスミッションはマーク X 唯一の MT6 速後輪駆動車のみ。 4輪駆動車の設定なしとなり、限定車のくくりがあるもののマークに歴代モデルに、存在した GT、ターボ、ツアラー V 等のスポーツグレードが復活した。この MT6 速は GRMN モデルのために専用開発。その他特別仕様として、19インチ BBS 専用ホイールと GRMN 専用に開発されたサスペンションプログラムの最適化により、標準エンジンに対して、 PS の最高出力向上、モノコックフレームの強化や、ドライカーボン、炭素繊維のルーフパネルが採用された。マーク E の後継車種ということもあり、取扱い販売店は引き続き、トヨペット店となっている、東京地区では、東京トヨタでも取扱い。近年では、同じエンジンを搭載するクラウンよりも価格が100万円程度安価で、あることから、 個人タクシーでの使用も多くなっている。マーク X の取扱いディーラーであるトヨペット店の発足50周年記念モデルとして初代モデル、前期型をベースにトヨタモデリスタインターナショナルと共同開発したスペシャルバージアンスーパーチャージャーとスペシャルバージョンの2車種が全国100台限定で発売された。特にスーパーチャージャーはかつてのマーク E やチェイサーの スアラー V などに代表されるハイパワースポーツセダンの後継として3リットルの 3GR フスにトヨタのセミワークスである TOMS が人ンンチューニングを実施。TOMS が OS 技研と共同開発したスーパーチャージャーをドッキングして 320PS 42.0kgm までパワーアップし同時にトランスミッションをはじめとした。 駆動系に手が入れられて強化されている。また、サスペンションもパワーアップに伴って、さらにチューニングが施された。そしてインテリアにも特別な素材を使って、質感をさらに向上させるなど、そのカスタマイズ内容は多岐にわたる。そして、スペシャルバージョンスーパーチャージャーの価格は、ベース車両の倍近くとなる609万円、東京店、東渡し価格であった。 仙台マーク E に設定されていた MT 使用者が消滅したことから、トヨタ系チューニングメーカーであるサードからイズ350、イズ250用に新規で開発したマニュアルミッション化キットが販売されている。ただし価格はキットのみで100万円を超える。120型に 1JZGT と仙台マーク E 用の MT を搭載し、公認車検を取得し行動走行可能としている。 車両がごく少数ではあるが存在している。2015年スーパー耐久の ST-3 クラスに埼玉トヨペットグリーンブレーブが GS をベースにしたマシンを2015年の第6戦に投入、2016年よりフル参戦を開始した。トヨペットにとってはマーク X は1968年にデビューしたコロナ、そしてマーク E に続く。 先輩車種であり、レースを戦うならば、たとえフリでも、トヨペット店のシンボル車種であるマーク X で、戦いいという強い希望あってのことだった。なお、2017年途中からはマーク、GR スポーツにスイッチしている。また同チームは、スーパー GT の GT300 クラスにて、マザーシャシーに、マーク X のボディを仮装したマシーンを開発。2017年から、フル参戦を開始した。 D1 グランプリに参戦している、高橋邦明が130型を使用して参戦している。この車両はエンジンを 2JZ GTE に換装されており、千馬力近いパワーを誇る。外装は2012年シーズン途中で GS 仕様に変更された、なお変更した時点では GS 仕様はまだ発売前であった。2014年には見事チャンピオンとなった。 警察車両としては、高速道路交通取締り用及び軌道操作用の覆面パトカーとしても導入されている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。